プリミエラはトランプを使ったイタリアの伝統的なカードゲームである。4枚の手札の内容の最も良いものがチップを手に入れる。プリミエラは非常に長い歴史がある。フランチェスコ・ベルニのプリミエラ遊びに関する一章やカルダーノのサイコロ遊びについてなどから16世紀のルールをある程度復元可能であるが、現在に至るまでほとんどルールが変わっていない。 同じゲームはイギリスにも伝わり、プリメーロと呼ばれた。シェイクスピアのヘンリー・パッセイにも出てくる。現在のイギリスには、ブラグと呼ばれる3枚の手札を使った同様のゲームがあるが、プリメーロが元になっていると考えられている。プリミエラは、ポーカーの起源の一つと言われることがあるが、実際のゲームとしてはあまり似ていない。5枚のカードを使うポッヘンの方が、 ゲームの名前も実際の役もポーカーに近い。ただし、ポッヘンで認められる役が同じランクのカードだけだったのに対し、プリミエラでは複数の異なる役があって、互いの強弱関係が決められている点がポーカーに近い。二人以上で競技する。プリミエラにはラテンタイプの40枚のトランプを使用する。スートは、コンボー、剣、カップ、貨幣の4種類からなり、角。 数とは A と2から7までの数冊、および3種類の F だからなる。各カードはランクによって点数があるが、下記のように特殊なシステムになっている。役に関係するカードの点数のみを数える。プリミエラには低い方から順に以下の4つの役がある。同じ役同士では、その役を構成するカードの点数の合計が高い方が勝つ。 プリミエラ4枚のカードがすべて異なるスートからなる。55同じスートの7から 6A。残り1枚は何でもよい。フルクスとも、英語のフラッシュと同じ。全部のカードが同じスートからなる。コルス、ヌメルスと呼んで、各スートのうちで、最も点数の合計の高いものがその手の点数になる。プントはプリミエラより弱い。ここでは、パーリットに従って述べる。 各競技者は前もって決まった額のチップを置く。ディーラーは各競技者に4枚の手札を配り、残りは山札として置く。ここで誰かにプリミエラ以上の3つの役のいずれかができていたら、すぐさま手札を見せ、最も良い手の競技者が勝つ。勝った競技者がポットにあるチップをすべて取る。複数の人が同点の時は引き分けとなり、 チップには手をつけないまま次のプレイに移る。誰も役ができていない時は、各競技者は手札の一部を山札と取り換える。ここで再びチップを出す必要がある場合もある。また、ポーカーのように賭けの額を釣り上げることもある。最後に手札を見せて、最も良い手の競技者が、ポットにあるチップを全部取る。ベルニア・カルダーノの記述しているルールでは、4枚の カードが全て同じ、ランクの時は古スそよりも強い役にしていた。古いルールを復元したものには以下のページがある。ありがとうございます。